わざたかよです。本日は六白金星さんの12月7日から翌年1月5日までの運気についてお話ししていきます。ぜひ最後までご覧ください。六白金星さんの12月の運気全体運なんですけれども、すごくいいね、上昇のフェーズに入っています。とても好調期に入っているので、物事がねスムーズに進んでいく時になります。で、せっかくのね、いい運気の時なので、ぜひね目標が達成できるようにどんどんとね活動を活発にしていっていただきたいなと思います。で、物事がね発展していく時なので、わざわざこう自分で広げていこうとしなくてもですね、どんどんこう展開していく時なんですね。なので自分がこれを妨げないようにするということなんですね。こう何かがこう広がっていこうとする時に、自分がちょっとなんか不安だなと思ってね、それを止めてしまうっていうのはもったいない時なので、そのためにもね、自分が小さいことを普段から、小さくずっと積み上げていくっていうことが自分へのね、自信につながって、安心感につながります。ですからこうやっぱり手を抜いてるとね、あ、なんかこんなにうまくいっていいんだろうかって不安になってしまうので、ぜひね自分の日々の努力っていうのはたゆまぬね努力をしていただきたいなと思います。人との関わりがね結構重要な時になります。わざわざしなくても、交際範囲が広がっていく時になります。で、そのお相手の方との関係性の中で、信用とか信頼というものをすごく大事にしていただきたいと思います。それがさらに運気アップにつながっていきますので、ぜひね人との関わり大切にしていただきたいと思います。では次に仕事運ですけれども、仕事運もねスムーズにいろんなことが進んでいきますので、どんどん活動的に活発に動いていただきたいと思います。で、その運気をねサポートしてくれる周りの人たちに対してですね、誠意ある態度をとっていくことによって、その運気をさらにこう押し上げていっていただけるので、人に対してこう信用とか信頼を積み上げていくような行動を日々やっていっていただきたいなと思います。そうすることによって、人からねいろんなご紹介を受けたりだとか、何か協力を得たりっていうことにつながっていきます。些細なことでもね、ぜひね、信用を失うようなことをねしないように。で、ケアレスミスなんかもそうなんですけれども、ちょっとしたことで信用ってねすぐ失ってしまうんですね。なので小さいところにもしっかりとね注意を向けていただきたいと思います。はい、では次に、金銭運ですけれども、お金の方はねようやくねちょっと安定期に入ってきました。今まではねちょっと厳しいっていうねお話をさせていただいてたんですけれども、ようやくね、安定期に入ってきたので、ちょっとね安心かなというふうに思います。で、ここで一つ注意点なんですけれども、こう人との人脈が広がっていく時っていうのは、どうしても交際費っていうのはね出ていくと思うんですね。で、特に年末年始とかっていうのは結構ねお金が出ていく時なので、そこはちゃんと想定をしておいていただいて、それ以外のところをちょっとね契約するっていうところにはなってくると思います。なんか無尽蔵に使えるわけではないのでね、大事にしないといけないのは人との関わりだと思っておいてください。そしてこううまくいってる時っていうのは、いろんな人が周りに集まってきます。で、そういう中にはねたまにちょっと変な人も入ってくる可能性があります。だからちょっとね怪しい儲け話とかそういったものにはね耳を貸さないようにしていただきたいと思います。では次に愛情運ですね。で、この交際範囲が広がっていく時期と申し上げました。で、こういう時はですね何もしなくても、周りにね出会いとか起きてきやすい時なんですけれども、もしねあなたが、ちょっとね、交際する人を探している、恋人募集中とかっていう方であれば、ぜひね周りの方に、私今恋人募集中です、ぜひいい方がいらっしゃったらご紹介くださいっていうふうにね、お声をかけておいていただきたいんです。で、その信用信頼が高まっている時っていうのは、あ、この人だったら紹介してもいいかなって思ってもらえると思うんです。皆さんどうですかね、自分の、お友達になんかあんまり信用できない人って紹介したくないじゃないですか。だから、あ、この人はやっぱり信頼がおける人だから、こういう方いいんじゃないかなとかって言ってね紹介したくなるような、そういうね信頼関係をね大事にしていただきたいと思うんです。で、周りから運気を運んでもらえる時だからこそ、周りの紹介っていうのはね結構重要になってきますから、大
切にね、交際を進めていっていただけたらいい発展具合になってくると思いますので、ね、ぜひやってみていただきたいと思います。でカップルの方もですね、カップルご夫婦の方もですね、まあ、交際範囲が広がる時なので、まあ、誤解を生むような行動は慎んではいただきたいんですけれども、ただ常に誰に対しても、まあ、信頼が置けるような関わりをしていたら特にそんなね問題は起きてこないと思いますし、その実際の自分のパートナーとも信頼関係をねさらにね高めていっていただきたいなと思いますので、自分の大切な人に対してしっかりとね誠意ある姿勢でね臨んでいただきたいと思います。では次に健康運なんですけれども、まあね、結構寒くなってきているので、風邪とかにはねぜひ注意していただきたいんですね。で特に今月12月は呼吸器系ちょっとね注意をしていただきたい時なんですね。で結構ねもし喘息とかある方だったら余計に気をつけていただきたいんですけれども、呼吸器系、まあ、乾燥もそうですし、ちょっとね、まあ、いろんな人と関わる中でちょっとウイルスをもらったりっていうこともあるだし、あんまり喋りすぎてね喉を痛めるとかっていうことも含めて呼吸器系にはねちょっと注意をしてあげてほしいんです。なんか潤いを、上げるためにも水分を取るとかね、そして温めるとかね、首ちょっとマフラー巻くとかね、そういう風に気をつけてあげていただきたいと思います。で忙しい時っていうのはどうしてもね疲れがたまりやすいんですけれども、忙しすぎてねちょっと休養を取るのを忘れてしまったりしがちですので、しっかりとね疲れは取るように気をつけていただきたいと思います。そして年齢が上がってくると結構ね筋力低下とかが起きてくる時だと思うんですね。でそういう時にですねこうちょっと神経系のね神経痛が出たりとか、そういったことにつながりやすい時なので、結構ね自分の可動域を狭くしないっていうことですね。可動域を狭くしないっていう風にね気をつけていただきたいと思います。ぜひですね適度なストレッチだったり適度な軽い運動ですね、そういうのは普段からしておかれた方が体ってどんどん硬くなっていくのでね、動かすっていうことはね、定期的にやっていただきたいなと思います。はい、ではね六白金星さん今月はね人がこう運気を運んでくるということで、人付き合い本当に大切にしていただきたいと思います。でキーワードになるのは信用とか信頼っていう言葉です。ですから相手に対してね誠意ある態度っていうのをね心がけていただきたいと思います。そしてねやっぱり人が運んでくるっていうことは人と会わないといけないんですよね。だからいろんなね人が集まるところに出かけるとか、まあ、普段会ってない方に会いに行くとかっていうのもとてもいいと思うんですね。ですので今月はねぜひいろんな方にお会いになっていただきたいと思います。でその方といい信頼関係を結べば自分のね運気が自動的に上がっていくんじゃないかなって思っていただければ、モチベーションも上がるんじゃないかなと思います。はい、では、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。次回はですね、七赤金星さんの12月の運気についてお伝えしたいと思います。ぜひね、高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。では、さようなら。